はい、皆さんこんにちは、ワナルゲルヒです。今回はですね、戦国バサラ真田幸村伝をプレイしていきたいと思います。これはですね、戦国バサラの最新作ということで、今年大河ドラマで真田丸やってますよね。まあそのタイアップ的なものだと思うんですけども、まあ、この他に今年は戦国無双もね、真田幸村題材のものが出る予定になっていたかなと思いますけどね。まさに大河ドラマに連動した作品になってるんじゃないかなというふうに思っています。では早速始めていきましょう。とはいえですね、実は戦国無双、三国無双シリーズはこれまでに、何度もプレイしたことがあるんですけども、バサラ、戦国バサラに関しては完全な初見プレイになりますんで、多少いや普通にグダグダプレイになるところも多分にあるかと思うんですけども、ご容赦いただきながらですね、皆さんからまたアドバイス、感想、ご指摘などいただきながらプレイできればいいかなと思っています。まず難易度選択の前にモードがいくつか用意されてるんですけども、ほとんどのモードがですね、この真田幸村の生涯を、ある程度プレイするとプレイできるようになるよっていうモードがねいくつかあるようなので、まずはこのメインモードの真田幸村の生涯、これをやっていきたいと思います。で、難易度選択普通難しいあるんですけど、まあ難しいでやっていきましょう。アクションゲームなので、まあ難しいにしても何かしら攻略の手がかりはあるだろうし、難しいのがね、いろいろやりがいもあるんじゃないかなと思いますんで、難しいにしてやっていきましょう。まあ、大河ドラマの真田丸の子はね、本格的に関ヶ原の戦いに向けて、石田三成と徳川家康がね、いよいよ火花を散らし始めたところかなと思うんですが、この真田幸村の生涯、戦国バサラのこのモードはどうやら幸村がまだ小さい頃に遡って、大阪の陣まで追体験するようなモードになってるみたいですので、そのね、真田丸では描かれていないようなところもこちらの方で、見れれば嬉しいかなというふうに思ってます。これはいきなり大阪の陣のところに入ってますかね。このアクションかっこいいですよね、ルックスも含めて。大阪の陣の時すでに幸村は50歳ぐらいだったはずなんですけど、今見ると10代後半ぐらいの感じですね。戦が繰り広げられた死ぬられし時代、この状態で今自分が動かしてます。で、基本的にはこの四角ボタンで、まあ普通に通常攻撃っていうんですかね、が出てくる。天下絶創の赤き武人、真田源次郎幸村である。で、L1 が防御になってますね。信州上田にごくわずかな所領しか持たぬ田舎節の次男でしかなかったこの男がいかにして操作方法とかに関してはこの後多分チュートリアル的なものがあるんじゃないかなと期待はしてますけど、ここでは戦力ゲージというか、その何ていうか、いわゆる体力的なものとかもね一切表示されてませんので、その一人の男の一代を描く真田幸村の壮絶なる一大事である。アクションボタンを押していきましょう。そしてこの男の人生を追うことはそれ自体、戦国の最も激しい時代からその終焉の時までを追うことに他ならず、この男の戦いをもって100年に及んだ戦国乱世は終わりを告げ、新たなる時代の幕が上がることとなるのである。いざ刮目すべし、真田幸村の熱きその生涯を。
これはいつまで続くんだ。これで終わりかな。というところで、芽生え師ソークの魂で合ってるのかな、読み方は。じゃあ早速見ていきましょう。第一章、芽生え師ソークの魂。戦国乱世に灯りし一階の熱き炎、真田幸村。その幼き日の名を弁丸と言った。弁丸は志望あふれる希代の軍略家であり、奇術師の異名を持つ父正行と冷静沈着にして質実剛健、その父は古今に類なしと言われた兄信行のもとで健やかな少年時代を過ごす。しかし時は戦国の世、武士の子として生を受けた弁丸に安息な行く末など待っていようはずがなかった。ある日、弁丸は父正行に連れられ奥州のとある戦場を訪れる。その地で弁丸に課せられたもの、それは真田家に代々伝わるとある試練であった。そして弁丸は初めて訪れたその千夜で、これより先の武将としての己が信念を決定づける運命の出会いを果たすこととなるのである。まあ、実際にはおそらくその幼い頃に、真田正幸とこのね信重幸村が奥州に戦にしに行ったっていうことはないとは思うので、もうここはね、ゲームの仮想的なところかなと思います。さて、ここからですね、武将の能力強化や外見変更に関して出てますね。武将の詳細で設定からパラメータやスキルを強化したり、武器や衣装の外見を変更可能ですと書いてます。で、購入や強化には門戦が必要、合戦の門戦を獲得しましょう。で、60チャレンジかなをクリアすると分戦ボーナスを獲得可能ですというふうに書いてますね。まあ、ここはまだ、いろいろできるようなところではなさそうですが、この60チャレンジっていうのは真田幸村の生涯の各章に6つの60チャレンジが用意されている。フィーバー達成や敵を規定数撃破などアクション条件が設定されており、それらを満たすとチャレンジクリア、リザルトで門戦を獲得できますという風になってますね。この門戦をね、ある程度頭に入れながらプレイしていきましょう。フィーバー達成っていうのはちょっとわかんないですけどね。で、芽生え師ソークの魂で、弁丸と、歴天丸で合ってるのかな、この2人で出陣になってますね。各種設定っていうのは何ができるんでしょう。ちょっと見てみましょう。環境設定か。まあ、このあたりはノーマル設定でいいでしょう。であれば早速プレイの方していきましょうか。戦国乱世出陣していきます。まだきちんとその操作方法が分かってないんで、どうでしょう、この序章っていうぐらいなんで、ここで多少あればいいですよね。チュートリアル的なものが。どこへ向かっているのです。何ついてくれや、わかるわかる。あれ走るぞ、ベンマル。お待ちください、父上様。あれあれ、置いて行くぞ。急げ急げ、小せがれ殿。罰でジャンプですね。おい見ろ、何者だあいつら、敵か。こっちへ向かってくる。このノブシが出てきましたね。この辺は雑魚敵でしょうと。ぼちぼち頃合いだね。
正幸の顔かっこいいな。真田家男児初陣の試練だよ。さあさあそこなお客人、寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。ここに入れたのは真田日本一の強者、勇士弁丸にござい。なんとこれよりこの弁丸が皆様方を一槍に見事なぎ倒してご覧に入れそうろう。生き残れよ、ベンマル。父上様、こんな状況下で一人にされてこの子供が勝てるのかっていうのありますけど、ここは主人公補正でしょう。武神を貯めてスキルを解放、武神敵を倒して武神ゲージを貯めよう。武神ゲージが満タンになると武神アップとなります。武神アップすると武将のパラメータが一部強化され、段階に応じたスキルが解放されていきますとなってますね。なるほど。ってことはこの武神ゲージを貯めるっていうのが一つの、目的になりそうですね。で、武神電神を発動して武神を大量獲得。電神玉を入手したら L1 プラス R1 で武神電神を発動可能。武神電神発動者すべての敵が武神を放出。なるほど。ってことはこの武神玉を手に入れたら、頃合いを見て L1 と R1 を同時に押して武神をこう電神させる状態にすればいいってことですね。じゃあちょっとやっていきましょう。そんな父上様、敵を200撃破せよ。偉人の試練だって。まあね、このアクションゲームなんで基本的にはね、あまりにもただただ敵をなぎ倒すだけになるようなシーンは今後早送りにしたりとかっていうのもね、ちょっと考えていきたいかなとは思うんですが、まあここはまだ最初の方なんで、皆さんと一緒にねちょっとプレイの方を見ていきましょう。これが本物の戦。L1 でも今みたいなこの R1 を押すとこの連打が出ますね。これが R1 ですね。で、四角はさっきから言ってるように通常攻撃っていうのかな。で、L1 はガードになってますね。攻撃をしてこないけど、今ガードしてるから攻撃してこい。これがガードですね。で、丸を押したかったんだけどな。これが信行かな、きっと。違う、これは政宗だ。てめえら、誰に断ってはしゃいで。これ政宗ですね。ここは未来の俺の領地だ。知らねえとは言わせねえ。なるほど。なんだ、ガキがもう一匹増えやがったぞ。バサラ技っていうのが今丸を押したら発動しましたね。バサラ技が丸ですね。で、宝箱的なものがある。これはゲットしましょう。おちびちゃんはそこでじっとしてない。こんな雑魚ども、ボンテンマルさんの一人で瞬殺だぜ。ボンテンマルでしたね。そうかそうか。マサムネは子供の頃幼名はボンテンマルでしたね。チビじゃない、僕はベンマルだ。ここでまたバサラ技だ。強すぎる。父上様の息子だ、兄上の弟だ。こんなところでバサラ技はなかなか気持ちいい。日頃のこの社畜生活から解放されるためにこれかなり気持ちいい爽快感はありますね。これは大阪の陣に政宗と戦うためのストーリー作りのためのこの欧州遠征ですね。次の勝負、
ここを道なりに進むと竜の一本筋がある。そこまで先に着いたのが勝ち。またバサローズだってのどうだ。よし、この現場に受けて立つ。なら、なんかくっちゃべってましたけど、行くぜ。この先に何かあるんだよね。何こいつ、虹色ちゃんって何。時代筆頭梵天丸、押してまいれ。雑魚的に構ってていいのかな。なんか先に進んだ方がいい。お、これは武神伝心を使うぞ。これ武神伝心中ですね。全ての敵が武神持ちになるという武神伝心中。侵略ヒットを達成せよっていうのは達成したね。侵略することは火のごとく。であとは竜の一本筋を目指せと言ってましたので、ちょっとじゃあ目指していきましょう。だいぶ正宗に先に行かれてるな。そうだ、武田24将が一人、真田正幸だ。真田正幸。お、梵天丸が戦ってるな。戦国一の食わせ者か。こいつはまた面白くなってきやがったぜ。先に行かしてもらうぜ。の棟梁がいた。ここでバサラ技だ。一級さんっぽい動きをしてるけど、さあ梵天を置いていきましょう。何、政宗に先起こされた。弥彦とかいうやつがいるな。バサラ技を貯めるには、うわすげえな、こいつ。バサラ技を決めるためには武神玉を持って武神をガンガン貯めていかないと結構たまりが悪いですね。お、また政宗に先を打たれてるな。ここは無視して先に行きましょう。うわ、またでかいやつがいる。こいつやだわ。ここで梵天丸に変わりましたね。なるほど、どっちが先に行くかと競いつつも交互に入れ替わるんで、あんまり急ぐ意味はなさそうですね。お目付け役ってとこさ、いずれは俺の片腕になる。お、出たね。梵天丸が怖がることの御神か。梵天丸も維新、武神伝心だ、維新伝心じゃない、武神伝心を使ったんで、この世に梵天丸様が恐れるもんなんじゃねえ。だがその御神も僕の兄上にきっとかなわないと。この丸太餅結構扱いが難しいな。防御をしてから攻撃にかかればいいのかな。兄上たちはまさしく物の不獅子のようなお方だ。兄上が家督を継げば真田はもっともっと大きくな。さあここでバサラ技を食らえ。いつもこうおっしゃっているんだ。モキチ君がいますね。モキチ君が兄上を助ける。真田の名は今に天下に轟くぞ。やれやれだ。ガードを多分うまく使っていくと、よりこの防御力とかね、体力を削られずに済みそうな感じもしますが、天下ってやつはこいつは骨が折れそうだね。防御はできるやつできないやつがありますね。きっと今この丸太持ちを防御ガードねしましたけど、若干食らいましたもんね。食らったってかよろめいたって言った方がいいのかな。さあ先を急ぎましょう。ここでバサラ技を使う前に武士に伝心を使って武士の大量ゲットしましょう。武神伝心中はなんかこう光り輝く感じですね。
2段ジャンプとか、まだでいいのかな、あるのかないのか、少なくとも今はちょっと2段ジャンプ的なものはできないですね。なんか持ってる、待て、何持ってんだ、俺にそれをよこせ。もう丸太持ちを倒すには振り終わりを待つしかないのかな、丸太をぶんぶん振り回してますけど。さあ、だいぶ先に雪村ベンマルカに行かれちゃったんで追いつきましょう。ここでまだ交代かな、交代ですね。こんなね、こう見た目の凛々しい少年だったら、ね、将来有望ですよね。本当にどこに行ってもモテモテだろうな。まあ、実際その歴女みたいな言葉がね、なんか今も歴史的な女子が多いのか分かりませんけど、このやっぱり見た目のかっこいい戦国武将とかを見て、そっから入ってきたのかっていうのも言われてる側面にあるみたいですからね、羨ましいな。こんだけかっこよかったらもう将来俺絶対かっこよくなるかやって思いながら生活できますよね。今真上からそのさっきまで手こずってた丸太持ちを攻撃したら食らわずに攻撃できたっぽいですね。同時にゴールインだな。実際この政宗と雪村って年齢的にはどうなんでしょうね。この度は貴殿のおかげで命拾いをし申した。そうじゃねえだろ、俺とあんたはよ。何ここで梵天丸と戦うわけ。大将討伐はできなかったんだな、その六丸を達成するにあたって。ここで連射合戦か。どうした、まさかもう息が上がっちまったってんじゃねえだろうな。これくらい兄上様との稽古に比べれば朝飯前だ。梵天丸もなかなか強い。お前こそ疲れてるんじゃないか、足筋が単調になってるぞ。ここでバサラ技を食らえ。やってんだよ、あっという間に終わっちゃったらつまんねえだろ。うん、そうだな、ずっとこうしていたい。楽しいな梵天丸。最後はこれを食らえ。俺もだ、俺も楽しくて仕方ねえ。梵天丸が復活か。いいね、ゾクゾク来やがり。こんな面白い喧嘩は初めてだぜ。僕の体がなんとかバサラ技をまた発動したいけど、この感覚はなんだ。熱い、梵天丸が燃えている。何この熱い青い炎が。確かに燃えてるけど、僕の心を焦がしている。ベンマレ、なんだその赤い炎は。ベンマレ、あんた俺を焼き尽くそうってのか。なかなか強いな梵天。ベンマレ、やっぱりこれが一番有効だな。燃えろ俺の高き魂。僕の熱き心。強い、強いな。これを単調だけどやっていくのが一番確実だな。
食らえ。ここでバサラ技だ。何かわされた。単調に戦っても結構削られますね。やっぱ梵天丸相手だと。もうちょっとこの連続技をね覚えて繋いでいくといいかもしれないな。また回復か。くらえ。結構食らってきたな。ただ最後は L1 でギガですね。この棒切れと真剣の差ってのは結構多いよな。片や棒切れ、片や真剣6個持ってるってこの差は何？笑いやがって。楽しいんだ、熱いんだ、心が震えているんだ。俺も熱くなっちまってやがり。熱く熱くよ。あんた俺の一体何だ。敵か立ちか。いや違う、これがライバルってやつか。ライバル？ボンテー！どこだボンテー！五十郎！うるせえのが来やがった。これ片倉五十郎かな。お預けだ。絶対に決着をつけようぜ。約束だ。男と男のな。さっきも言いましたけど、雪村と正宗って年齢はどんくらいなんでしょうね。年齢差かな。じゃあまたな。これを見るとかなり年齢が近そうですよね。梵天丸、僕のライバル。はい、というところで第一章ですね、やばい思想区の魂をご覧いただきました。で、フィーバーを達成するっていうのだけできなかったのか。何だったんでしょうね、フィーバーっていうのが。結局わからないままだったな。弁丸、梵天丸の新しい方が購入可能になりました。装備確認、肩装備画面で確認できますとなってますね。で、前段秘話もプレイ可能ですとなってましたね。はい、というところでまず第一章の芽生え思想区の魂をご覧いただきました。いかがでしたでしょうか。次は武田壊滅天目山の戦い。これは信長軍に攻められて天目山で勝頼がね、最後を遂げるという戦いだと思うんですが、第二章はこの天目山の戦いになるようです。ということで、今回はね、一旦ここで終わりにして、次回この天目山の戦いをお届けできればいいかなと思います。というわけで、今回はここまで。はい。ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方は、チャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また、動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。